どうもー <laughs> 今日何回投稿するんだっていうねもう YouTuber スパマーですね。はい、ということで、まあ、今回ですね、えーっとえー、撮影してる理由はですねインスタグラムの方で僕あの洗濯機の方をですねあのプレゼントしますみたいな感じで言ったらあの、まあ、1人インスタグラムの方で欲しいですっていう青森の人がいたんですけど、まあ、送料が結構高いので まあ、終わったとであの一応インスタグラムの方で、えー「メルカリに出品予定のものを無料であげます」って言ってるんですけど、えー、まあないと。で基本的に、まあ、僕の媒体見てくれてる人は無料であげてもいいんですけど今現状としてお問い合わせないんで、えー、メルカリで出品しました。でメルカリで出品してでフェイスあのインスタグラムを見てくれてる女性の方からコメントいただいて「 「私はジモティーを使ってますよ」みたいな「いやメルカリで出品します」みたいなね、えー「欲しい人いませんか?」みたいな。で書いたら、えー「私はジモティーを使ってます」と。でジモティー僕使ったことがなかったんで調べたらなんとこれねジモティーなんと手数料0円。はい手数料0円。メルカリは 5%10% だったかな。取られるんですけどジモティーは手数料0円。 でえー、とな地元をメインにしたその地元でその売買できるみたいなことをコンセプトにジモティーっていう名前らしいんですけどそのもうその直接渡すみたいな近い人を探してもう渡すみたいなで僕自身も直接取りに来ていただけるんだったらそれ,それでありがたいんですね。 配送めんどくさいじゃないですか。だから直接何か渡せるんであるならば、それがいいんでお、ジモティちょっとやったことないんで、ジモティやりますって言って、さっき、ジモティを人生で初めてアプリをダウンロードして、また投稿しました、ジモティに。ジモティに。はい。えー、ということで、ジモティ人生初の出品です。だメルカリとジモティの方で両方出品してるので、まああのー、取引が成立したら、どっちかをこう停止するっていう。 で結構その転売やってる人は一つの商品をいろんなところでこう,こう出してるんですねで2つ同時に売れるっていうことはもう奇跡的な感じなんでまあたまに本当にごくたまにあるみたいなんですけどまあないほとんどないみたいなんでまあ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 ないでしょうっていうことでまあジモティと今メルカリの方2つで出してますで結構僕がもう直近でもう引っ越しというかまあ ここの,アパここの、ね、ところを引き渡すんでちょっとできるだけ多くの人にこうリーチするためにジモティの方も今日初出品しましたでただこのジモティに関してはあの手数料取ってないんですよで手数料取ってないんであのアプリでまあアプリ簡単ですメルカリと同じ感じで、えー、簡単に出品、まあ、メルカリの方の文章をコピペしたんでジモティの実質投稿時間は5分10分だったと思います もうあのメルカリのやつをそのままコピペして貼って投稿したんでめっちゃ簡単でしたただし手数料が無料っていうこともあ,あってアプリで広告が出てきます広告クリックでそこのこ広告をクリックすると多分アプリを出してる会社さんにチャリンっていくと思うんですけど広告が出てくるんでちょっとうざいですジモティはその代わり手数料無料と でこれは、あの、転売やってる人とかは、まあ、手数料、ね、結構大きい金額取引すると、あれなんで、あの、手数料、ね、あのバカにならないと思うんで、ただ、ジモティは手数料ゼロ。その代わり、手数料ゼロのばゼロの代わり、広告は出ます。うん。まあ、ちょっとうざいかなとは思いました。メルカリの方が、まあ、操作性はやりやすいかなって、た感覚ですね。はい。まあ、今後、その、まあ、 一応メルカリの方でそのコメントついてるので今後多分、まあ、土,土日ちょうどよかったかな土今日金曜日で土日多分、えー、暇な人見ると思うんで、まあ、土日様子見てうんまあ、えー、ちょっと修正するなりなんかするなりやろうと思ってます、はい、ではですねえー、まあジモティの、まあ、レビューというか実際に人生初でジモティ使ってみたんですけど まあ本当に今まあ多分ねアプリであとラクマとかそのいろんな媒体があるんですよアプリでその出せるっていうのがあこれ神だなと思います本当にめっちゃ便利じゃないですかだってさっきですよさ,いさっきインスタグラムでコメントついて「私はジモティ使ってます」みたいなコメントが来て「ジモティですか?」みたいな「それなんすか?」みたいなで、えー、すぐジモティで検索してアプリダウンロードして出品ですよすごくないですか この時代やばいいなと思いましたよこんなにスピーディーにこの物事ができるっていうのはねいやーほんとすごいですすごいまあでもねこれほとんどの人が聞いてもやんないんですよ僕はコメントで「私ジモティ使ってますあマジっすかじゃあ僕使います」ってコメント返して今ダウンロードして今出品しましたよ10分ぐらい <laughs> まあねこれほんとやってみた方がいいっすよだって もったいないか僕は思ったんですけどいやこれは本当に多くの人に勧めたいだってめっちゃ簡単だもん、うん、ただ配送のね手間とかあるかもしれないんですけどこんなに簡単に個人が商品を出品できるっていうのは昔なかったんでこれはね僕も実際にやってみて感動しましたねこんなに簡単にスマホから一瞬でね出品できるのかっていううん いや、今、これで、これで稼げないってことありえんのかなって僕思いますよ。うん。こ,れこんなに媒体揃って、デバイス揃って、アプリあるし、これで稼げないっていう、ありえるのかなっていう。まあ、ものによっては売れないものもあるかもしれないですけど、うん。あ、そうそう、僕の、あ、ちょいまちあ、<laughs> すげえ。 すげえ今ジモティから今あのー、来ましたメールメール来ましたジモティあのー「ポップアップでプッ,てプッシュ通信で来,る来たんですけど突然のメールで失礼しますみたいな来たあ来た来た来たジモティ」お「おジモティ来た来た来た来ましたちょっと待ってジモティお問い合わせありました早い <laughs> さっき登録したのに」 メール来たメ,どメール読みますねいきなりのメールで失礼します私セッキーと申しますジムィのサイトを見てご連絡いたしました R34 様が出品してる洗濯機ですが自分に譲っ,ていただしょう譲っていただけないでしょうか自分の勤めてる会社、えー、9月に退任してくる社員のために社員料の手配してるんですがそこで使用する洗濯機を探していますもし譲っていただけるのあれば車に行って取りに伺いたいと思いますがいかがでしょうか <laughs> ぜひともよろしくお願いしますセッキーより OK 来たー来たー すみませんメルカリより早かったでしかもこの人は車で取りに来れる <laughs> すげえちょっと待ってもののちょっと待ってこれ10分ぐらいですよ出品して5分ですよさっき僕アカウントちょっと待ってアカウント登録したのがあアカウント登録完了が22時5分 アカウン今、動画撮ってるんですけど、10時37分ですね。まあ、22時37分ですで。ジモティに登録したのが22時5分、ジモティ登録完了の、えー、メールが来てますで。そこで22時5分に登録完了して、そこで15分か10分ぐらいまあパワッと,と、えー、やってで、動画回しててで、今メール来ました。はい、すげえ。あでも 的ぴったしですね、この人。社員寮の手配をしてて、そこで洗濯機を、あめっちゃいいです。社員さんが使う洗濯機、めっちゃいいじゃないですか。すげえ。はい、ということで、動画撮影中にですね、もう欲しいっていう人が現れました。だからメルカリは一回しゅ、一回ね、出品停止にして、ジモティでこの人、えー、いけそうなんで、えージモ、しかもジモティの場合は手数料ゼロですから、あのー、うん、すごい、ジモティすごいな。 チーーすごい。メルカリより強烈でした。はい。ということで、5000円、僕、ゲット。ゲットです。まあ、これから、まあ、メール返信しますけど、今から。5000円、稼ぎました。はい、通常、洗濯機っていうのは、処分するのに、リサイクル料4000円ですからね。多分すみません。間違ってたらすみませんけど、絶対お金かかるはず。はい。えー、5000円の確定だと思います。まあ、これからちょっとメールやり取りしますから。うん。はい。ということで、車に取りに こよしまう、あ、理想像ですね。僕、車で来てほしかったんですよ。あの、ヤマトに配送するのがめんどくさいんで。はい、今、動画撮影中に売れちゃいました。すいません。まさかこんなに簡単。<laughs> ちょっと感動ですね。これは感動。めっちゃ感動しました、今。これ、ほんとやった方がいいですよ。ジモティの場合は手数料ゼロなんで。うん これねやったもん勝ちっすね。いや本当にあのあの,あのインスタグラムに僕にコメントくれた人にちょっとレースしときます。今売れ、ジモティでやったら売れ、売れましたみたいな。いやフェイ、じゃあこれね、あうそうそうそう、じゃあこれあれですけど僕、インスタグラムやってなかったらそのコメントなかったんで、その、まあインスタもやっててよかったですね。インスタやってて、インスタに、 え今こんなんやってますっつったらコメントにそのジモティ私やってますって来たんでそれ見て僕やったんでインスタやってなかったらジモティはやってなかったんでいや素晴らしいもうやったもん勝ちですよこれはいということでちょっとテンションバリ上がってきました今バリやっぱね初めてやってこうすぐ結果が出るなんていうのはなかなかないじゃないですかだからアフリエイトやろうと思ってブログやっていきなり報酬まあないですよまあないこんな最速で。 だってジモティ登録したのが22時5分30分前の話でそこから出品して承認、まあ、とかいろいろ作業もね SNS 承認とかなんかあったんで本当に15分ぐらいですね15分ぐらいであああちょっと待ってあやばいでメルカリもコメント来た今 <laughs> メルカリもコメント来たやばいどうしよう <laughs> ちょっと嬉しいなこれめっちゃ今メルカリからもプッシュ通知がいけた <laughs> やばいやばいやばいどうしようでもこの人の取りに来てくれるみたいなんですごいちょっと今ちょっと止めていいですかちょっと対応します